お待たせいたしました。引き続き第4期往来戦ベスト16 A 卓3回戦の模様をお届けしてまいります。司会実況の大和です。解説には宮内梢プロにお越しいただいております。宮内さん、よろしくお願いしまよろしくおす。願いします。対局会場の準備は整っているようです。それでは参りましょう。第4期往来戦ベスト16 A 卓勝敗の開始です。立会人、今野慎太郎の合図により3回戦が開始されました。まずは並びから見ていきたいと思います。ちいちゃから上田、なんちゃにみこしば、しゃーちゃ、みやなり、そしてぺーちゃに藤井の並びでスタートしております。トン一曲ドラは白。さあ、というわけで宮内さん、引き続き3回戦もよろしくお願いしおま願す。いします。さあ、トーナメント戦ということでね、はい。3回戦、4回戦はいろいろと考えて打つことが必要になってくると思うんですけれども、現在のトータルポイントが今名前の上に出てるんですけれども、何かこうアドバイスというか。いやー、神輿さんきついっすね。やっ一ぱ人ね、沈み。2人そうまくんないといけないんで、って言っても、あと2回あるんで、ここでトップ取れば全然ありますけど。っていうことは、神輿はこの3回戦目は、もうほぼトップ条件ですなよるね。ほど、浮きの2着も厳しいですか？浮きの2着もちょっと厳しいですね。まあポイント的に。ポイント的に。なるほど。となると、もう絶対にレーンは外せない。まあそうですね。もう3着とか取ったら、まあただその素点が大きいんで、まあ最終戦でね、10万点超えのトップとかもありえるんゼで。ロじゃないですね。まあ可能性はありますけど、まあ相当きつい戦いになるんで、本当トップ条件ですね。最低でもう4万点ぐらいの2着。ある程度ポイントを戻して最終戦を迎えたいと。さあ、そして上田、宮成、藤井はそこまでの差はついていない状況なんですけども、ここは素直に打ってできるだけ上位を目指してっそうていうですふうな打ちね。方になりますかね。まあでもこれね、神輿さんの有利なところが、神輿さんのリーチに対して相当みんな押さないですよね。そうですね。いわゆるトータルポイントラス目なので、あまり喧嘩しても意味がないと。どうぞ上がればみたいな感じになっちゃうと思うんで、そこがね、チャンスがあるところだと思ないるまほす。ど。そこら辺、逆に言うと、一人で置いてかれるパターンもゼロではないってゼこロとではなか。い。はい。なるほど。さあ、そこら辺のね、このさばきと本手のうまく使い分け、上田、宮成、藤井、ここら辺もね、ぜひ見ていきたいところなんですけれども。さあ、こちらは、蘇点も欲しい神輿。こちら、宮成です。宮成は、地風のシャアが統一で、ドラが1枚浮いている。そしてこちらはペーチャの藤井です。1、2、3の3色が見える。親番の上田です。さあ、どうなるか。白。ここで切る人もいそう。いや、まだ切らない。ここは両面に固定。白はまだ神輿の手に1枚あるだけ。残り2枚は山です。馬はすごい嬉しいつもですね。3色とかも見つつの進もう行ですか？ね、ローピン3とかに色なはるんですもうか？いいですもうね。いいですか？もういい。声がもういい。届いたかのようにパースを切りとしました。あってもね、4、5路とか5路地なら目指してもいいですけど、もう6チッパはいいですね。なるほど。さあ、これで一応形はイーシャンテン、藤井です。神輿場。こちらは宮成。ちょっと統一も残しつつみたいな。でも3万切ってるのか。難しいところ。さあ、上田。そして神輿も手を進めたい。まあね、白がね、役牌じゃなければね、もう切ってもいいですけど、ちょっと怖いですよね、怖ポいンっでてす言われたね。ら。さあ、上田がかなり広いイーシャンテンですね。イーペイコーができた。いやー、切りたいもうね。こう構えた ら白切りにしたたいいですね、そね。れはね。いや、まだ引っ張る。ただ引っ張って重なるパターンもある。これでサブローピンだ。両面テンパイペーチャー。リーチありますか？リーチありですけどね。ありですけどあね。りですなんけかどしちゃいそうですけど。3ピンがない。なんと。3ピン全部切れてますね。
いやこれはそうですね、ローピンも順からだ、サブローピンあないんだ。いやこれは藤井ずっと紡ぎっていくしかなさそうな。サブローピン、でもこれ E ピンアンコになったら3個ですよ。そうですね、うん、とかスーピンウピンの重なりもありますね、うん、出ちゃった出ちゃった出ちゃったけど打てないなこれリーチ、薄すぎるもんな、ね、ほとんどないところのローピンですからね、うん、本当は。ただ上がちょっと次映るんですけど、はい、ここからローピン落としてってるんですよね。ちょっと受け気味ってことですかね。そうですね、なんか一通とかも狙えそうだし、なんか良さそうだなと思ったんです。誰か気配出てるんですかねっていうことでしょうね。まあ確かに天敗は藤井しています。ただローピン全然藤井さんに通りそうにないから、か天敗ですよ、管理アマン。あ、三越馬さん警戒だ。なるほど、マンズはもう打ちたくないと、うん、いやリャンマンが、これ管理アマン天敗、管理アマンない、うん、ない。お、あれこれテンパった、テンパったか、分かんない、2、3、4、5、5、テンパってます、ペンチーマン。さあチーマンを引いて管理アマンからこれリーチなんですね、しかも、ね、この順目でリャンウッパーマンに代わってリャンマンはなくて、これ積もったらこれえらいことじゃないですか。えらいことです。ちょっと枚数見てないんですけど、いない、うわ6、隣。さあこれはいきなり攻撃的な選択をしたのは三越馬でした。リーチ判断、さあ宮成の一人脳天、上田も天敗入れて親番継続です。いや上田は対応しながらも天敗入れましたね。入れましたね、はい、非常にここも落ち着いている、そんな風に見えます。もう一曲、一本馬ドラはチーピンです。さあ上田もまだこの点差では安心できる点差ではないので、このね3回戦も連続トップを狙っていくような積極的な、そしてね大物手決めていきたいところでしょうが、うん、さあ宮成です。藤井はマンズが多い。4社ともモータがいいリズムですね。新人とは思えない、迷いがあんまほんとないですね。そうですね、はい、あんま早すぎるとね、うん、あの視聴者の方もね追うのが大変になっちゃうので、うんうんうん、まあ、そこら辺もね気をつけてね行くんでしょうね今後ね、うんうん、まあでもそこまで気をつけなくてもいいかなと思います。そうですよね、うんうん、すげえ早いってわけじゃないですもんね。そうですね、すげえ早いってわけじゃないし、うん、絶対なんかちょっと若干遅めの人入ってくるんで、そうですよね、多分大丈夫、心地いいですよね、うん、さあ三越馬がここはイーシャンテン、そして宮成、宮成もドラが1枚ある。マンズの本一は藤井、ここから仕掛け増やしていくか、9万上田から出てきそう、まだどうだ、いやしっかりただ切るべきじゃなさそうっていう風な止め方ですね。うん、縦になってきた、縦してきたね、スーアンコ見たいな、見たいですね。その時はドラも出ていく形になりますが、どうだ、スーアンコとマンズのチェンイチの戦いか。そうですね、ペイが重なる、 あこれもスーアンコ見えますね。そうですね、直風のペイ、うん、この9万ポンか、あれ動かない、うん、これは動かないですね藤井は、うん、まあ、さあこれでペイから、はい、ペイからってこと、ペイから動きたい、あーっとこれはこれは動きたくないね、もうね、もう動きたくない、うん、あでもペイポン、いやペイポン、ペイポンしたらめちゃくちゃ安くなっちゃいます ね、なんか円本チートイツとかちょっともったいないよね、リャンペイコーとかにしてペイスルーしたいくないですか、うん、したい、はい、最悪ペイポンって感じで、うん、転廃するためにみたいな、うん、あの場の空気とか、はいはいはい、さあ三越馬まだ転廃していない、宮成は両面に振り返ったが、マンズはやや高い、うん、三層だ、ここは両面に固定した総勢、さあどうなる、
こんなに広いのに。そうですね、一応天杯関羽ピン取らず、うん、まあね、ちょっと打点欲しいですから ねフィニッシュをやはり、はい、その牌だけはあんま嬉しくないっていうローピン引きでしたね。こういうのでね、後でチーピンとか引かないでほしいですね。まあしょうがないでしょう、チーピン引きは。しょうがないか、うん。さあ上田には待望のドラ567の3色が見える。これでいいですね、うん、気持ちよく。いや見てんだ。先ほど面本で残り一巡リーチに行った三越馬ですが、今回は闇点を選択、両ウピン。さあ両ピンが残ってない、567の3色、ここは確定させました。3番短期さあ、それならリーチよと。なるほど、はい、確かにちょっと上田はリーチ来るならなんか泣かなそうな印象でした。あれ、ウーピン一発キャッチだ。ただ手配は勝負手、もともと守備力は高い藤井です。うわ、ここはしっかりやめてきた。もちろん一杯入ったら、そうですね、はい、一旦パーマン現物ですからね。はい、なんかでも引いちゃったら出ますね。そうですね。さあ天杯ウーマン勝負でイスーソードライチリーチに行く。あ、これでやめそう。やめそうですね。さん、はい。さあただ天杯でウーピンだ。天杯、ええー、ああなるほどね。勝負は一人だけだ。あ、ちょっと今ポイントちらっと見ましたね。うん、これは選手の上にトータルポイントが表示されているんですが、ここは藤井が仕掛けて三越芝の上がりになります。リーチピンフドライチ3900は4200の上がり。ここは三越馬3回戦なんかちょっと腹をくくったっていう風な印象に見えま す、ね。まあ多分数万匹待ってたんでしょうね、あの、うん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 、最初リーチじゃなかったのは。そうですね、仕掛け入るならじゃあリーチです、はい。さあ三越馬上がって迎えた親番です。トーン2局ドラは9万。私この間サイコロ振ったら10が出て、はい、なぜか左の11から取ろうとしてたんですよ。はいはい、これやばくないですか。まず11は左じゃないですよね。そうなんですよ。で10でもないし、はい、12でもない、はい、意味が分かんないっていう、はいはいはい、今ねちょうどかわいそうだな。それはどういう分かんない分かんないけど今三越馬さんも5が出たんですけど、はい、なんかね違うところから取ろうとしてましたね。なんですかねこれ、なんかそういうウイルスでも出回ってるんですかね。そうですね、ちょっと、まあでもどうなんですか、さっきなんか言ってたじゃないですか、老化とか言われてたじゃないですか、コロナ禍で。コロナ禍で、コロナ禍で、あれサイコロを取るのも、はい、あ、コロナ禍とあのアルティマでね。そうですね、なかなかないからね、はい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 、そういうことか。そうですよ、コロナ禍ですよ、うん、老化だからね、そんなこと言ってる人いないですか。老化はもう学校だけでいいんですよ。おー、すごいもうめっちゃ陰踏んでるじゃないですか陰踏んでさあね、まあ、しっかりと慎重にね取り出しは選手も行ってもらいたいです。あんまりね続くとイエローカードになっちゃいますから ね、うん、さあトンニ局親番三越馬ドラは9万で9万が浮いてますね。重なればチャンスで宮成の手もヤクヤクドラドラになったところ、これは上がりたいですね。贅沢な悩み、334の3をほぐしましたね、うん、なんかマンズ56を切りそうな、ただの単純な効率だけっていう、ここで結局どうせもう一回選ばなきゃいけないじゃないですか。うんうんうん、あのそうですね、初って欲敗です。そうですよね、あーリーチしたいのかスチーマンで、もしくはどうなんだろうな。これはやっぱり、うん、結構あっさり初選びましたよね。うん、どういうことなんだろう、うん、ちなみに宮内さんの選択だったらあそこはどこ外します。ウーマンローマン、うーん、どこですか。あ、さっきのそうです、ピンズ切ったとこ、いや、初切ったとこ、はい、初切ったとこは、いや、初切ったとこトンか初か9万か、9万はまあドラなんですけど、トンか初か、いや、トンかな。そうですよね、まあ、まあでもあっさり決めましたね。これが宮成スタイルかもしれません。迷ってなくて統一落としスッて入れられると、うんうんうん、シャンポンはやっぱりやや薄れますもんね。薄れますね、うん、ただトンの方が上がりづらいっていう理由でトン切るかもしれない。そう、僕もそうなんですけどね、うんうん、まあそこら辺はね
ただトンがね、例えば今藤井の手にねトンが1枚浮いている状態なんですけれど、うんうんうん、こういうのもねさっと手になってるとリーチに出てきそうですからね、うん、さあどういう選択になるか。さあそして三越芝、うん、これでイーシャンテン、やった、あー痛い、激痛っすね、うん、今のは痛いな。まあしょうがない、まあしょうがないですよね、うん、未来はわからないですからね。さあ上田、さあここは役なしのペン3番でテンパってたんですね。ここでテンパイを壊しました。ここら辺もリーチ判断、上田はやっぱり公式ルール打ってるなというふうな印象を感じます。役をつけに行くような手順。さあ親の神輿はドラの9番を放って、あ今通って、しかもなんかリーチ行きたくないですか。行きたい、行くしかなくないですか、これ9万打たれたら最悪ですもんね、うん、最悪ですね、合わせて9万とかね、うん、グッときますよね、グッとくる。さあここは両替をして9万とトンのシャンポン待ち。ちょっとトンがね藤井危ないんですよね、ちゃんと見てるんですよ藤井は、手出しとか、うん、でもしっかりここはガード固い、うん、となると9万とトンは1枚ずつ山に残っています。神輿は追いかけられるか、大丈夫か、手は進んでいく、うん、ここは急走を選択。まあここね、あの天敗だ、浮いてる3人無駄な補充だけは避けたいですね、はい、神輿場は行く理由しかない、行くしかない、うん、スチーピン待ち。さあスチーピン対トン9万、さあどうなるこの終盤。積もったのは神輿場だ、一発はありませんがリーチ積も1300オールの上がり、腹くくりましたね、うん、神輿場自分の時間作りそうな、そんな気がします。いやこれはよくリーチ行きましたね、いや素晴らしい、素晴らしいですね。さあ神輿場、この3回戦は非常に大事な3回戦、まずはリーチ棒付きで親番継続に成功となっております。一人浮きのトップ取りたいですね、取りたいですね、一人浮きのトップ取っちゃえば結構ね、結構真っ平らですよね、うん、誰でもチャンスがある最終戦になっちゃうかもしれません。さあトン2局一本場に移ります。おっと9なので、そうですね、さあ親番神輿場一本場ドラ3ピンです。さあ白あんこですか、あんこですかこれ、そんな風に見えたんですが、あんこだ、あー来た、これはドラカンちゃんですが、引いたりしたらまた3キオール4千オールありそうな手配、後輩パイ。さあ宮成はチュンが統一、藤井です、藤井はピンフ系の手配進行になるでしょうか。上田乗ってきた、ちょっとなんか、いやなんかいい感じ、ね、いい感じですよね、あの生きてますね、生きてますし、なんかこう、うん、手もなんか跳ねてるじゃないですけど、うんうん、いい感じですね。確かに2番ちゃん目がね結構手つきがね、うん、迷いありそうな手つきでしたもんね。今なんかもう開き直って腹くくったわ私と、うんうんうん、見ていて伝わってきます。宮成統一が3つ目、トンを切り出していく。さあ藤井です、藤井は逆にね、うん、テンポがいい打ち手なんですけど慎重な選択になってますね。今局はちょっと手配がね、あの、うん、前にあんま出たくない配置ですもんね、はい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 、はい、慎重に ならざるを得ない、うんうん、さあ宮成4統一目、どうする、ね、これ通奏つもぎる、うん、テンパってどうなのっていう話ですね。そうですね、神輿場はリズミカルなモーター、キューチュンアンコは大きい、さばけそうな手組みになってきたのは宮成です。神輿場いいですね、両面できて、うん、何でもリーチですか。
換算ピン残りも、換算のピン残りもリーチでいいと思います、ね、ここなんかちょっと、うん、丁寧ぶって闇手にしないでほしいですね。なんか思い切りも若さで見たくないですか、うんうん、まあ、見たいけど闇手にしてもまあいいよっていう感じです。はい、ね、闇手にして、あ、これでもうリーチじゃないですか。全然リーチですね、はい、これは。さあここはもうやらせないわよと、宮成の仕掛け。ただ宮成さんちょっとこれ危険になるかもしれないですね。そうですね、もう後継ですからね。三越場がもうリーチ5秒前ぐらいですからね。噛んだ、迫力満点。やばい、これね、ウッパーマンとか引いたらね。そうですね、ウッパーマンとか3ピンとか引かれた日には、いやー、もっと広がる。あれちょっと待って、でもこれ、ね、4万でいいですよね。これ4万かな、さすがに。だってもう迫暗感で、ドラじゃなくても積もればいい。なんかでも変な街になりそうですけどね。ね、選択は嫌ですね、うん、サブローピンかスチーピンを選択しなきゃ、あ、違う、ウッパーピンかスチーピンか。あ、ただしかしここはさっとテンパを入れていた宮成の上がりになります。ここはさばいた形、本人はね分かってないかもしれないですけど、非常に大きな上がりですね、うん、そうですね。チュン1300は1600ですね。これはめちゃめちゃいい上がり、大きな上がり。さあ非常に速いテンポ、目まぐるしいです。さあ上がって迎えた親番は宮成との3曲です。さあ、ね、地方のプロでも頑張れることを証明しますと、うんうんうん、ここまでは証明してますね。頑張ってます宮成。非常になんかこう表情もね、あたふたしてる感じもなく落ち着いていますね、うん、落ち着いてる。なんかやっぱ普段はその OL さんをしていて、うんうん、やっぱちゃんと麻雀打つ時間も作ってるんだな、打ってる感じはしますよね。うん、そうですね。なんかやっぱ打ってない、出す少ないんだなみたいなのも見える人っているじゃないですか、若手の子とかって。うん、ちゃんと堂々と打ってますよね。なんかね、今出てる子はみんな普段から打ってる感じ出てますね。しますよね、うん、はい。ここら辺もね、やっぱまあ昔は、まあ、宮内さんは昔じゃないですけど、僕やっぱいっぱい打ってなんぼの世代じゃないですか、うん、まあその世代ですよ私も24ですけど、ね、そうですね、はい、打てば打つほど強くなるじゃないけど、うん、とりあえず打ちなさいっていう風に育てられた、ね、世代なので。さあイーシャンテン上田ウーマン切り、これも面白い選択。ウーマン切り、リャンソ切りそうですけど ね。いやまあだからイーペイコ、イーペイコ、まあ、ウーマンでもイーペイコ。さあただ宮成がここは思い切った選択、ピンフリーチのイースーチーソー。ああ、親のねピンフ三面ちゃんはね結構リーチありですね。ありですか、うん、あです。1300オール嬉しいですもんね。全然嬉しい、はい、し上がっちゃうし大体、うんうんうん、1500で上がっちゃうしね、うんうん、さあ親のリーチには上田ここは対応していきます。でもそう言われてみれば、はい、今日いっぱい、おー、つもだ、つも、ここはリーチピンフつも1300オール。三越場もねドラが統一でチャンスだったんですけれども、まずは宮成連チャンに成功。はい、なんかその競技ルールとか一発占しルールのセオリーみたいのあるじゃないですか、うん、はいはいはい、でそういうのあんまり分かってないかもなと思って見てるけど、うん、なんかねちゃんと闇点駆使してたりして。そうですよ ね、うん、やはりね北陸支部のね、うん、先輩方が、まあ、北陸しか出てないので、うんうんうん、教えを請うとしたらやっぱ そういう先輩方だと思うんですけど、うん、しっかり指導されてるんですね。しっかりね、だからみんな指導ちゃんとされてきてるんだなって、うん、来たぞ、手がいいぞ、ちょっと変われば3色とかにもなりそうだけど、そうじゃなくても後輩パイ。さあそしてドラがトンです。藤井の手に1枚、上田の手もちょっと厳しい。ただまあピンズに寄せていくんでしょうか。ドラが1枚浮いている。三越芝もやや手が落ちたか。これは来た、6チッパ、もう来た、もう何これ、頭を壊し、あのパーソーを切って、私は6チッパですと。さあこちらは三越芝、そして親の宮成、うん、これは一旦数ピン、最悪単ヤオでね、うんうんうん、
親健一っていう。そうですね。わあ、いつもだ。みこしば。そしてこちらは宮成は後輩パイチャンスで。さあ、しごろの三色も見つつ、あ、ここはチュン切ってきましたね。一色はもう諦めたか。さあ、みこしば。うん。わあ、持ったら満足しちゃう。なんかこう悩ましい。老僧にしましたね。今度は寄せていこうかなという気になったんですかね。なんか手なりっぽいですけどね。はい、さあ9万に声をかけたのは藤井です。ここは最悪鎮一とかになったらね、ドラのトーンも離していく、うんうんうん、そういう構想でしょうか。三越場は3層切りイーシャンテン。おー、6チッパ完成。超絶チャンス点。9万ポンでめちゃめちゃいい牌引きましたね。引きましたね。宮成、ここは6000オールまであるイーシャンテン。これはさあどうなる。リャンウソも欲しい。できればパーマンを引きたい。パーマンから引きたいですね。パーマンから引きたいですね。あ、でもリャンウソ場に4枚見えてる。はい、あ、5枚、そうなんですよ。5枚なんですよ。さあこのみこし場のパーマンがね、ちょっと危なく見える。パーマン引いた。闇天単品3色出来合い。これリャンウソね、みんな全員いらないって言ってるもんね。マジでこれはやばいですね。どうなるでしょう。やばい、これはやばい。止まんないですよ。さすがにリーチはない。いやー、うん、リーチもったいないですね。ちょっと5枚切れなんで、はい、上がりたいですもんね、これ。これはまあただみたいな、うん、はい、リャンウソ。ただ親にリーチって言われた瞬間止まる人は止まりますからね。そうですよね。一応藤井が詰め寄ってきてますよ。三越場さんだけはちょっとつかまないであげてほしいな。そうですね。上田もまだ気づいてなさそうでもないか。しっかり対応してるか。ここら辺の嗅覚、うわぁ嘘かと思った。いや、藤井も飛び込んだらきつい。みんなきつい。いや、上田何頑固になってちょっと飛び込む可能性あるか。まだ3枚いますよ。3枚。いやー、3枚ですよ。ロシアンルーレットのようです。怖い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 、本当に怖い。うわー、これで上田ちょっと止まんないんじゃないですか。止まんないっすね、これは。止まんなそう。さすがに。しかもどんどん想像が安くなっていくっていう、はい、恐ろしい。3番Cだ。鎮一にした。あ、これトーン出ちゃう。トンが打ち出される。これは藤井に注目が集まる。そうですね、マンズが切りづらくなっちゃった。はい、リャンウソーでこっそり転敗しているのは。さあ、ウーマン危ない。当たり牌転敗6球走。いや、どうなる。大物手のぶつかり合い。制するのが誰だ。ローソーいない。ローソーいない。ウーソーだ。いやー、しかしここはブレーキ。これマンズ藤井さんのおかげで止まりましたね。止まりましたね、うん。どこだ。3色リャンウソ、残り2枚リャンウソ。3層押していく。これはもう切るしかないですね。うまうま。いやー、ここは上だ。見事と言っていいですか。そうですね。積もった。あ、積もった。単品積も3色。4000は4100オールの表。決めてきた宮成。富山でも大歓声が起こってるでしょう。3回戦の大物手決めてきたのは宮成。うん、お見事でしたね。お見事です。さあこれで宮成やや抜け出した感じ。さらに加点していきたいところ。トン3局日本馬に移ります。ドラーパーピン。さあどうだ。いいじゃないですか。第1打はペイから藤井です。藤井は鎮一が不発に終わってしまった。そして4000オールはちょっと痛い出費。さあ宮成3-4-5ができた。こちらは藤井です。どうですか。ちょっと
宮司さん喋らなくなっちゃいました。はい、すいません。何か考え事されてました？いや、ちょっと疲れてました。めっちゃ正直に言うじゃないですか。ちょっと疲れが出ました。今正直に言わないでくださいよ。すいません。どうですか？はい、はい、いや上田さんいいですね。今上田さんいいですよね。いや、ただすごすぎたな、ちょっと宮成さんのね。うん、なんかあのパーソーをバンってもう切っちゃったあたりとかがなんかすごく意志を感じて、それがハイに伝わったかのようなね、ね、そんな上がりでしたよね。リャンピンが入る、みこしわが形は整ってきた。宮成もこれはいや、めっちゃいい、はい、座点こそないんですけどね。そうですね、ただもう親番維持はね相当濃厚なね、濃厚ですね、はい。さあ上田もタイヤをでどうしていくか、リャンピン切り、ドラが来た、みこしわローピン、さあ三層が貫通で持たれてるんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ、三層がだから欲しい。上田藤井はちょっと苦しいんですよ。ウーピンが入る、藤井はただ三層がネック、ここを解消しなければいけない。あ、これで三層はあちょっと狭めに受けましたか。なんとね、うん、そうですね、ちょっと狭めに受けましたね。さあこれはリーチになりそうですか。イースーソー一手狩り、あれもありますが、三色もありますが、まあまあまあ、うん、イースーソー、サメンちゃんなんでね、はい、イースーソー、リャンソー、リーチのみですが親番だし、そうですね、良いでしょう。さあどうなる、積もるか。さあこの親リーチにはちょっと向かっていきづらいですか。ドラだ、上田ここでストップか。かといって打つ牌は筋の3ピンあたりか。うん、筋の3ピンだ。さあどうだ、藤井もここは対応、おそらく一人旅になるでしょう。さあ打つ牌がここはもう壁を頼ってのチーソー切り。ドラドラになったらみこしば数層大丈夫か。転敗すると数層危ないですね。危ないですね。さあどうなる、上田はここは丁寧に対応。お、ただ復活だ。単位をドラドラみたいな感じになりそうですよ。なりそう、はい。3層はないんですが、ロウソウもあんこで持たれていて、ブロスをめちゃくちゃ薄いですね。あと1枚。あ、ここに来ちゃった。なくなった。ただこれロウソウ通りそうに見えますけどね。そうですね。さあただみこしはテンパ入れられるか。そう。そこが大事だ。でもロウソウを貫通落とししてくれたら、それまでにテンパを、切り終えるまでにテンパを入れれば。入れればいいんですもんね。はい、うん、さあどうなる。上田どうだ、うん、嬉しい。人物みこしば手が止まる。イーソー、イーソーはちょっと切りづらいですね。そうですね、捕まってるんです。前順ですね、うん、まだ粘る。テンパったらね、切っちゃうかもしれない。そうですね、さすがにドラドラですしね。3層リーチでイーソー3枚見えてますね。いや、しかしね、いい街に見えたんですが、なかなか上がりまで結びつけませんが、うん、どうなんでしょう。藤井もいいシャンテンになってきました。うん、自敗ばっかり。さあ藤井です。さあ残り10名も少なくなってまいりました。これは脳天なので、安牌切りましょうか。はい、3ピン、はい、積もれず一人テンパイか。テンパりました。あれ3層チーピン、ね、ローピンがノーチャンスですね。ノーチャンス、ペンチーピンかチーピン短期じゃないと当たらない。いや全然、でもペンチーピンありますよ、これドラパーピンですから。そうですよね、うん、しかもなんか66って怪しいですよね、うん、あー、ね、現物ですね。ここはしっかり対応した。
宮成の一人天敗で流局です。ここら辺もちょっと藤井のね、天敗に甘えず落ち着いた配定が見られました。さあトン三局三本場に移ります。親番は宮成。さあここから宮成さらに加点することができるのか、ポイントも上下してきて大事な大事な3回戦のトン三局です。ドラは3万がある。あるね。整っている。整ってます。めっちゃ整ってる。めっちゃ整ってますね。2面図ありますね。とりあえず3万にくっつけたい。第1打いいピンから。こちら藤井も悪くない。両面ターツ豊富。2人とも整ってる。はい、上田は1面図、三越芝も1面図。さあここは早い順目で手がぶつかりそうなところですが、積も次第といったところでしょう。どこ誰が抜け出すか。チーソーは嬉しい積もだ。さあどうなる。宮成はね、打点的にね3万にくっつけて、ああ藤井に3万にくっついた。上田はドラメンツがある。あチーマンツモも嬉しい。みこしばカンちゃん入った。これは激アツ。いいシャンテン。これドラタンキリーチもありますか。いい水槽先に埋まって打点的に。いやスチーソーやみてんですか。スチーソーのがいいんじゃないかな。なるほど。公式ルールだとこういうので、うん、チュンチャンパイとかでもドラタンキのリーチ、親につきしかも、結構見かけるじゃないですか。結構見かけるんですけど、はい、あの例えばねこれドラアンコの人とかもいたり すると、はい、めちゃめちゃ危険なんで。危険ですね。あんまりおすすめは。なるほど、うん、これでじゃ あほぐさないっていうことは3万切りそうですよね。切りそうですか、うん、ドラタンキリーチないですか。ないと思いますけどね。なんか自敗とかならいいけど3万は相当使えますしね。うん、動いていった。タンヤオだ。差し子の3色か。みこしばがここはさばいていく。ただねこの仕掛けによりちょっと3万切りづらくなったんで、逆に3万短期はありますね。まさか重なるってことはあります。まあそれは可能性はありますよね。はい、枚数はただ残ってないので、うん、ないんだ。ないんだ。ないんですよ。重ならないんだ。重ならないんです。仕掛けに3万打ちづらいですもんね、うん。これはもう広さで3万打っちゃいます。3万打った方が上がりやすいですよね。いやここは違う、うん、ドラはやはり好きなんですね。うん、まああと仕掛けもあると思いますけどね。みこしばさんの受け気味ってことですか。うん、なんかこれでね、あとドラだとポンとかって言われるとその後一切切りたくなくなっちゃうんで、はいはいはい、っていうのとかもあると思いますけど、うん。さあここは三越場が場面をこう制覇しているようなそんな一局になりそう。 3,4,5 でピンズでチーしています。手牌はこの形。相当アグレッシブな仕掛けですね。アグレッシブですね。さあチーマンを引いて藤井。白は2枚切れ。ここは2枚切れ安全牌の白を落としていきます。さあどうなる。親の宮成6万は6万は打つみたいなのありそうですね。ありましたね。さあ藤井がちょっと広がってきてちょっと行きたい感じにもなってきましたね。チーマン切り。このチーマンが投げて天敗は三越芝。単野を3色ドラ1の天敗。さあこれで 3,4,5 があるぞ。3,4,5 あるけど雀刀がないよ。本当だ。つまりここは雀刀を求めて。ああ数万大丈夫か。さすがに大丈夫か。いや分かんないですね。分かんないっす。リャンウーマン引いたら藤井の数万ちょっと危ない。さあこれで単野だ。これでいい感じになってきました。9万と変えますか。ここは藤井。これで天敗は一通です。手役が大好きな上田。闇天に構えます。一通ドラ1ペン3層。
三層は2枚切れで手の中に1枚、残り1枚残っています。あっ、あーびっくりした、4に見えましたあ、ここは冷静にスライド。ここは打点を見て両面に振り返られましたが、ローマつむぎりとしたのは三越場です。いや、藤井の数馬がもうちょっと怖い。三走は三越場も止まらなそう。自身で切っている。さあどうだ、三品つもぎり、パーソーもつもぎり。さあ親の宮なり転廃しない、しないですね。ここは選択は急走を切っていきます。藤井も転廃せず、上田転廃キープできるか、できた。三越芝も転廃キープできました。これが背景です。うーん、残念、転廃らず9ピンか。さあ、との3局は三越芝、そして上田の2人転廃で流局です。ここは三越芝らしいアグレッシブな仕掛けが見れましたね。そうですね、はい、かなりなアグレッシブさでしたね。そうですね、ちょっと発信はね遠目だったんですけれど、まあ天敗までこぎつけてね、加点は嬉しいですよね。そうですね、やっぱトップ欲しいんで、はい、若干ね三越場さん無理しなきゃいけない局面、そうですね、多そうですよね、はい。さあトン4局に移ります。親番は藤井です。さあ藤井がちょっと元気がない、まあ麻雀にね、うん、ちょっと手配に元気がないですね、うん、そうですね。親番で入れてくるか。ハイパイはこちらドラがパーマンで入れてきましたよ。うん、ただちょっと遠いな。遠いですね、うん、ここは急所から埋まってってね、なんとかかんとか行きたいところ。ワンガンクラスの上がりは欲しいですね。藤井もこうなんかフォーム変えたっていうと言ってたじゃないですか、うん、藤井は、うんうんうん、やっぱりちょっとその勝ちパターンっていうのが今までやってたフォームだとあると思うんですけど、うんうんうん、フォーム変えたばっかりってなんかやっぱ薄そうな気がするんですけど、まあそうですね、なんかだからちょっとギャンブル的なところもあるのかなと思うんですけど、うん、藤井はそこら辺どうなんですかね。あんま気にしなそうな気もするんですけど、まあ気にしてなさそうでしたもんね、うんうん、割とスパッとその時の最善の、うん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 、その選択をちょっと攻撃寄りにしてますっていう風なインタビューでしたもんね、うんうん、まあでもバランスいいんじゃないですか。バランスいいですよね、うん、うまくいっていると言っていたのでね。さあ親番の藤井にはドラドラのチャンスで、三越芝は白が統一で、ここもドラもあって吐く、三越芝もね本一とかにしたいんですかね。さあ整ってきた。上田はやや苦しい。こちらの手、いや無理に一色にはいかない。まあ自敗からの切り出しですからね、うん、普通通りと。四本場で強卓が1本あります。上田は丁寧な進行。上田さんはなんか常に丁寧ですね。うん、丁寧、うん、いやこれは嬉しいつもだけど逆に選択が残った。ここはウーソーローソーを払っていく。うーん、ウーソーローソーなんですね。うん、3色もあるんですけどね。なんかもう完全に上がり重視ですよね。そうですね、外側が上がりやすいと。さあ宮成が、こちらはリーチ、おー、リーの目のサブローピンでいきましたねノータイムパッソギーですよ。はい、かっこいいですね。やると、うん、私やるよって。はい、ただ一発でつも、一発ありませんがリーチつも。宮成500戦は900、1400の上がりになります。強卓のリーチ棒も回収して
いやなんか一瞬ちょっと藤井がねこんな優しい顔してますけれど、うん、こう鬼というかなんていうかね、うん、いやなんか戦う女になりました。佐々木久と見えましたね。見えましたね、うん、本当にスパーンと行きましたね。安牌かのように、はい、いやただ決着は一瞬でした。宮成の相撲上がり。さあ3回戦は難入しております。南一局親番は上田ドラーリャンマン。さあ上田は現在トータルポイント、1位でスタートしておりスタートしたんですが、この3回戦でこの黄色いポイントですね、今の持ち点と照らし合わせて、トータルポイント黄色いのが、はい、一応通過ポジションにはおります。藤井さんも相当厳しくなってますね。そうですね、ちょっと藤井三越馬が置いてかれてる感じですね。ただこのまま終わった場合、はい、上田さんラスにしての自分トップでなんとか通過は、ね、そうですね、見えますね。うん、全然ありますね、うん、これは三越は藤井に言えることですね。さあ藤井は寄せていくか。上田は地風のトンが統一、ドラはありません。さあ三越はこちら、宮成は何、宮成としては曲を一曲一曲潰していくイメージはまだ早い。うん、いや潰してった方がいいですよ。潰してった方がいいですか。あの本当リーチとかもいらないんじゃないかな。あ、それぐらい、それぐらい、それぐらい。だからさっきあのリーチに結構びっくりしてたんですね。うん、なんかそのこれだけの点数持ってたら、うん、着実にここトップ取って、うんうんうん、進めれば相当楽な戦いができるんで最終戦。そうですね、やっぱりターゲットにされないっていうのはトーナメントで一個大事ですよね。ここね、補充しちゃって2着とかになるとね、まただいぶ詰められちゃうんで。うん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 。さあどうなる。三越芝、上田が仕掛けていった。ここは1枚目のトンから動いていきましたね。うん、ウーマン、ウーマンですね、うん、ドラが1枚増えたところ 5% まで見える手配、うんうん、やっぱ親番はねみんな大事にしてますよね。あの手役とかあんまり気にしなくなるんですね、うんうん、さあ寄ってきた。くっつきですか。いい装置ピン、ペイとチュンのくっつきのイーシャンテンは藤井です。すごいですね、はい、藤井さんでもなんかねちょっと突然元気出ましたね。はい、うん、ここは広げる、すごい広くなる。どっちもこれ出たらどうしようかなっていう間ですか。いや多分チュンとペイの選択、選択で迷ってるんですか。あ、スーソーなんだ。親に相当警戒度あるというか、いや、打点とかじゃないですか。役配重ねたいんじゃないですか。あ、なるほど、乱走も運走も自分から前見えで、うん、数層のくっつきが弱いから、なるほど、ションパイのペイとチュンの方が重なって強いと。うんうんうん、役だしね。そうですね、いやそこら辺もねよく見えているが、上田がここは上がりきりました。トンドライチ1000オールです。さあ上田、まずは細かく今度は連チャン展望を重ねて、トン、難一局一本場に移ります。さあドラはローマンです。さあ上田としてはまあこの半チャンもなんとか浮きで終わらせたいなという思いはまあ持っているとは思うんですが、ハイパーいいんじゃないですか。いい、めっちゃいい。打点もドラが1枚ありませんか。めちゃめちゃドラはない、でもドラ受けはありますね。ドラ受けはあります、うん、はい。宮成、宮成は想像の本一か、いやそうでもなさそうだ。第一打トンから、うん、藤井さんも悪くはない、はい、悪くない。さあ上田、三越芝もいいぞ、ドラメンツもある。さあどうなる。難一局一本場です。藤井、うん、ここは自敗から、上田がやっぱこう役敗からバンバン切っていくっていうのは、うん、これまでの戦い方とちょっとだけ違う気がするんですよね。割とその自敗を大事に扱ってきて、そうですね、はい、切り出していってたんですけども、今回は
ちょっとチャンスだから目いっぱいだと、まあでもそうするべき手配ですよね。そうですね、はい。みこしはいいシャンテン、藤井、いや藤井はね、なんか思ったように来ないですね、展開も。ちょっと今回ね、このハンちゃんきついですね。きついですね、さあパーピンが入る、取りませんでした、テンパイを。みこしばさん、はい、リアンウーマンテンパイ取らずターミアウェイ。みこしばさんトップ欲しいですからね、はい、これは打点作りに行きますよね。もう一回吐くですね、まあ、これ絶好じゃないですか。絶好です、うん、もうなんか何でも恋のいいシャンテンに変わりました。たった一巡で、さあ藤井は重い手が、上田もいいシャンテン、いいシャンテン、みこしばリーチと行きたい、宮成もいいシャンテン、いや藤井が置いてかれてる、きついな藤井さん、きつい、急にきついな。うーん、ウーマン切り、さあ藤井想像が寄ってくる、じゃあどこ切るのっていう感じなんですよね。うん、いい牌は来てるんですけれど、急走切ろっかで仕掛ける。なるほど、なんかねきっかけが欲しいですね。藤井もここは時間を使います。3ピン切り、上田はいいシャンテン、ここはキープする、数ピンつも切り、全然テンパんない三越馬さんが、ね、さあこれで形が良くなる。おー数走、ちょっと縦の感じになってきましたね。藤井はもうチーバンつも切りましたね。全然テンパんないですね、はい。さあテンパイ逆に入れたのは宮成がスチーピン役割。いや3番裏目、宮成さんはね本当にもう、あみこしば動いた、スチーソー、ここはもう順目との兼ね合い、そうですね、しょうがない。宮成は曲を回したい、ここは闇天続行、スチーピン。あチーマンちょっと受けたように見えます。チーマン、チーマンでした、チーマンね、はい、チーマンがもうないってことですか。ニトビ、あーただここはみこしばからスーピンが放たれて初1600は1900の上がりになります。さあここはまず上田の親番を流して宮成、続いて2番手のみこしばの親番です。何二曲、みこしばはこの親番特に大事な親番になるでしょう。何としてもトップが欲しい。トータル4番手のみこしばドラは数万です。50ポイント離れてますもんね今。そうですね、50ポイントはちょっとでかい、きついですよね。ハンちゃん1回で50ってまあなくはないけど、不可能じゃないですけど、相当厳しい。そうですね、向こうもね、それを成立させないように打ってきますからね。そうですね、いや藤井の手がそしてちょっときついですね。藤井さんもね、なんか突然手入んなくなっちゃいましたね、はい。さあ三越葉はこちら、三越葉さんスピードはあります。これはうん、いけるいける。さあ宮成、上田です。うん。宮成は曲を潰していくだけと、先ほどね解説でもおっしゃっていただいた通り、曲を進められるか。なんとしても宮成はね、宮成は逆に本当もう抜けて私は一人安全なポジションに行きたいですもんね。そうですね。だいぶ有利ですよこのまま終われば。そうですね、宮成日頃の三色が見える。上田、上田もこのハンちゃん浮きで終えるだけでもまあまあ次第点と。これ浮きで
終えたら、はい、あのターゲットが、はい、宮成さんも入ってくるんじゃないですか。あ、確かに、まあ、どっちかっていうことですもんね、うんうん、どっちか先になんか大きな失点した方みたいな、うん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 、つまり上田としてはやっぱ宮成に近づいておきたいっていうところです ね、 そうですね。沈みだとねちょっと離されちゃいますもんね、うん、やっぱり大事ですね、ここ浮くの。うん、さあどうだいや藤井の手がちょっと藤井さんきついね。きついですね。上田初が統一イシャンテン、ウーピンが入った三越芝、めっちゃいい。これはいつもだ。ドラが来た、動きますか宮成も。そうですね、宮成さんね本当流せばいいんで、はい、泣ける牌は泣いていくのか宮成。ただあんまりね遠い仕掛けすると危険しかないから、はい、テンパイだ。お、これはリーチもありますか。これはリーチですね、これはリーチしましょう、はい、さあリーチと言われるとここのリーチですね。先ほど開始時にもおっしゃっていたように、うん、三越芝のリーチにはちょっと飛び込みたくないよっていうのが、そうですね、4社の、うん、共通意見。あ、ただ上田はテンパイですよ。シチーソー白嫌い、白ぐらいいきますか。白ぐらいいきました。さあただ役なしなので出ても上がれません上田です。ただ上田としてはここ積もり上がりでも十分嬉しいですよね。無筋押せるか9万パーマンが早い、パーマン早いけどこれ3面ちゃんだとサブロッキーも、ね、そうなんですね、うん、はい、切っていく。そうなんですよ、あるあるの川ですね、あるあるの川ですね、はい、しかし押していきました。さあ藤井も追う立場ではあるんですがそこまでの手ではない。ウーピンいけるか、いやここで引いた、これはリーチないっすか、うん、ちょっと4え他3社迎えないですよね。迎えないですね、迎えないね、何の得もないですもんね。はい、ここは大和の戦いになる三越芝。おお来た来た、救世主というかファイターが来ましたよ。来たけどこれ危ないっちゃ危ないですね。ローソー、ローソーちょっと危ないですか。うん、ポンとかできちゃったらねローソー出そう。うん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 、できそう。ちょっと危ないですね。カンチーソーの現物にはしそうですけどね、うん、あのピンズから入ったらリャンマンパフを引いた時ですねそうですね。さあどうなる。上田は一応567の3色のイーシャンテンもまだキープ。あー、これローソーだ。これは出ますね。打たないリャンマンの選択はない。ここは高めで三越芝がトップ目からの直撃、リーチ単4ピンフ5800点の直撃、大きいですね。大きい、これは相当大きい、相当大きいですね、はい、ここまでこう宮成があまり宝珠っていう、もちろんめくり合いの宝珠じゃなくてこういうのがあんま見えなかった、落ち着いて見えてたんですけど今ちょっと焦ったというか、多分ね、はい、藤井さんと上田さんが、はい、その上田さんちょっと行きそうな感じだったのが、うん、もう行けませんっていうのを見て、あ、私の出番なのかなって思っちゃったのかな、うん、思っちゃった、うん、出番回されちゃったみたいな、回されちゃったみたいな。このまま、まあ、全員が降り続けてると、はい、やっぱ三越芝さんがねダントストップとかになっちゃうんで、どっか誰かは行かなきゃいけない局面があるんですよね、うんうんうん、っていうのが今私なのかなって思う、判断しちゃったんじゃないかな、しちゃった感じはありますよね、うん、いや三越芝にとっては大きな上がりになりました、うん、これでもうトータルポイントだけはもう藤井と ほぼ並びですからね、うんうん、そして加点して2番手の上田との距離も縮めました、はい、三越芝。ただ宮成さん的にはね、うん、本当に一番ね降りてていい人だったんですけどね。そうなんですよ、あの条件的には、はい、そうなんですよね、一番降りててうん、うん、さあどうなる。これは三越芝的にはさらに加点して一気にトップまで突き抜けたいところ。うん、自敗から切っていきます。目いっぱいに構える。さあ宮成はチュンが統一で想図の本一模様ではありますが、あまり打点に
固執せず、ここは親を裁いていく判断もあるのか。藤井、わあ、一色か。一色ですよね、藤井の数層切りは。ただ藤井さん、若干、はい、元気出てきました。若干元気出てきましたか。若干元気出てきましたね。うわ、宮成は一色だ。うん、これで、まあ、うんうんうん、親を終わらせて、自分の親までにこう元気戻そうみたいな構えになりましたね。うんうんうん、さあ、トンが重なる。みこしばは、もう後はない。後がないですからね。はい、行くしかないですね。行くしかないですね。さあ、これで。悩ましい。まあ、どうなんですか、通とかも見て。やっぱり行きたいな。一メンツ落として、ここは本一に向かいます。持ち点がそうさせているのか。あ、チューン、自力でアンコはでかいぞ、宮成。さあ、換算マン、ここは統一落としの部分を泣けた。これでイーシャンテン。ただ相当まだ苦しいですけどね。苦しいですね。ハツがそして抑えられてるんですよね、2枚。一番切らない人のところに、はい、あ、でもここ切りますね。みこしばは切るんですよね。はい、とはいえ、ただ手が進んでない。いや、動いていった。テンパった。ウッパーソー、これ上がれればね、さっきの失点はそんなに。そうですね、うん、5-2 の点。さあ、藤井も、まあでも鎮痛。ああ、三越馬も動いてった。初出た。さあ、どっちにする。シャンポン、シャンポン、イーマンとパーマン。さあ、三越馬も、みこしばは3、4、5の3色。あ、シャンポン、これ両面に受け替えれる。はい、6球万、パーマン。いや、決着つきそう。つきそうっすね。はい、非常に目まぐるしい展開。積もれるか。ああ、うわ、予想だ。ここは宮成の上がり。チューン本一、5200は5500。宮成にとっては先ほどの5800の失点を取り戻した形。うーん、藤井は痛い。一面つ落として強引に本一に向かっていきましたが、最後は報酬で決着。さあ、南三局に移ります。親番は宮成。どうでしたか、今の一局。いや、面白かったです。面白かったですけど、まあ、なんかこう攻防が見れたと思うんですけど、うん、そうですね。なんか藤井さんのね、はい、あの一面つ落としがね、はい、相当面白かったんですけど、うん、ちょっとやりすぎたかもしれないなっていうところはありますね。なるほど、うん、あんまりこう焦って打点を作りに行くうん、場面なのかなみたいなので、あの形がね、もうちょっと良ければ良かったんですけど、はい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 、マンズの形が相当苦しかったんで、はい、あそこから渡っちゃうと、うん、あのやっぱその後危険にさらされるよなっていう、その展望状況とか、うん、そういった面で、例えば本一が必要な局面だったとか、うんうん、打点が必要な局面だったとか、うん、そういった比較でいくとどうですか。そういった比較で言ってもまだあの親番残ってるんで、うん、あので相当調子悪いじゃないですか今、うん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 、なのでとりあえず一旦上がってっていう進め方の方が良かったんじゃないかなっていう感じですかね、うんうん、やっぱり持ち点とかトータルポイントがそうさせてるんですかね。結構ね、追い込まれますよね、うん、なんかで生地見えちゃってますからね、あれ、うん、選手の上にモニターついてますから、うんうんうん、あ、やばい、ちょっと50離されてる。ここは少しでも持ち点、うん、あー、ここはテンパイ取らず、宮成落ち着いてますね。落ち着いてる。まあでもね、これだけ点数持ってるとね、うん、そうですね、うん、やっぱ点数ない時にね、あのミスやっぱしちゃいますよね。うん、選択の幅も狭められちゃいますしね、うん、ここはチームは素直に払って、イーシャンテン。さあ、藤井が現状2アンコ3アンコ、積も次第では数アンコまで伸びそうな手配。数アンコ、ね、行ってほしいですね。行ってほしいですね。さあ、しかし、みこしばがここは6、7、8でチー。6チッパの3色はペイのバック、ダブルバックみたいな形ですね。さあ、ナンが泣けたダブナンです。こ
ここは素直にダブナンを取ったカンスーピーの天杯。もう切り替えてますね、完全に。切り替えてますね。さっきは本一行ったけど失敗したから、はい、もう次の親番に向けて上がりに行きますみたいなね、はい、これはウーピンとかポン、あ、失礼、ウーマンとかポンするんですかね、藤井。あー、するかもしれないですね、うん、あ、これで天杯シャンポン今度は取りました。さあ、ウーソーの手出しが入って三層がちょっと嫌だったんですかね。うん、うん、まあ、ピントは合ってます、天杯ですから。さあ、現状天杯は嫌なり、そして関数ピー待ちの藤井です。上田は丁寧に打ち回している9万の統一落とし。みこしばも形は苦しい。さあ、どうだ、パーソーがあんこになる。いや、しかしここは徹底してますね。すごいね、上田さん。はい、なんかその曲のテーマが上田って毎回毎回なんかこう決まってるっていうか、バランスがだからすごくよく見える。あと弾力がすごい、すごい。さあ、ウーマンはポンできる範囲だが、藤井声かけるか、それとももう危ないと見て切らないか。バニマンズは非常に安いです。ウーマンだけ出てない。これはトイトイとかも、あ、やっぱり打ち慣れてるんですね。ケアしっかりしてます。スーピンだ。みこしばからの上がり、藤井ダブナン2600。まず26でも上がれて藤井。そうですね、まあできればね、あの宮成さんから上がりたかったですけど ね、もしくはドラ引いてから上がりたかったですけど、まあダブナントイトイとかに変わってね、もうちょっと打点つけてというところもあったでしょうが、ここはしっかり上がりを取って親番です。大事な大事な親番。3回戦オーラスを迎えます。ドラはトン。いや、きつい。トンが来ればきつい。こんなきついことある？どういう最終形のイメージをしているか。藤井1打目時間をかけます。いや、きついわこれは。これはかけていいっすわ。かけていいですよね。もちろんツモ次第でね、麻雀はいくらでも変わるんですけど、ハイパイがきつい。さあ、どうなるか。軽い手が欲しいのは宮成でしょうか。相当ね、これ今宮成さんと上田さん通過みたいな感じになってますもんね。軽いけどメンツなし。時間はちょっとかかりそう。上田は一メンツあるが、みこしば、みこしばさんがね、ちょっと打点欲しいですよね。そうですよね。できれば、ただ万願ツモでも届かないので、どっかで妥協ラインは作らないと、藤井のね、連チャンは面白くないですよね。まあ、ワンチャン藤井さんにね、1曲2曲連チャンしてもらって、はい、自分が削られなきゃいいですよね。そう、宮成さんから削ってくれるっていうのはね、それはもう夢の、それはもう理想的ですよ。さあ、みこしば、こちらは宮成です。いや、宮成さんよりも上田さんから削ってくれた方が嬉しいわ。あー、なるほど、そうですね、ね、はいはいはい、確かに宮成、上田は今現状トータル2着目、うん、いやでも宮成さんから削ってくれたら自分のトップもあるから、やっぱ宮成さんか。いや、どっちでもいいや、どっちでもいい。上から削ってくれて、やっぱりそのポイント上位2名からね。そうですね、はい、うん、上田はここは 1,2,3 の3色も手配積も次第では見えてくる。さあ、宮成が動いていく。ここは一通の後付けですか。後付けというか一通ですね。はい。一通ですね。はい。一通です。さあ、スピード感が出てきた。藤井はドラのトーンが統一になっているので、もう景色はだいぶハイパイ時と違います。さあ、ドラのトーン生かして。おー、
関数ピン入った。関数ピンは嬉しいね。嬉しいですね。弁当ピンなんちゃらってなりたいですね。なりたいですね。来た。もうちょっと。どうだ上田。うん、ここは3色テンパった三郎草。どうなんですか、リーチしとくのはありですか。ありですね。リーチですよね、うんうん、これでまあ宮成は受けてくれますよね、よほどのことがない限り。安牌がないと、ね、普通は受けます。さあこれで藤井が追いかけてくるんですよ。藤井さんだけはねちょっと降りれないんで。しかもトンまだ2枚山にあります。困っちゃった、現物ないんだ。ああ上田困った。みこしばに、まあ、あーこれはもう振り絞ったローピンですか。振り絞ったね。はい、振り絞ったローピン。あこれで、ああ来るぞ、親が来るぞ。サブローソこれ親トーン引いて、はい、闇点で、あーローソ捕まっちゃったじゃないですか。あーダメだ、闇点でね、どっちかからっていうのが一番 ね試合的には盛り上がりましたし。いやー藤井はこれ試練だ。これはもう無理ですね。これは試練の藤井トーンが来ちゃう。ここは宝珠になる。三越芝の上がりリーチタイオフィンフ3900。さあ以上をもちまして3回戦が終了しました。3回戦トップから宮成、そして2着に三越芝、3着に上田、4着に藤井の並びで終了しております。さあ引き続き4回戦です。